はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。Dのんちザワイズです。はい、今回は舞い上がれの72話について話していきましょう。はい、72話、トト岩倉舞ちゃんは、飛行機航空会社内定をこう辞退したということです。いやもったいないねえ。それが覚悟ということなのかもしれませんが、どんな未来が描いたんでしょうね。ネジがたくさん注文が来る会社になるということを願った、そういうビジョンが見えたんですかね。なかなか難しそうな感じがしますけどね。でなんかこの会社の人たちのなんか雰囲気が良くないですよね。お父さんせっかく選んできた人たちなはずなのにね、なんか良くないね。そう思うのは私だけでしょうか。なんかね、舞ちゃんがせっかくこう働くって言ったら、みんなはすごい喜んでもいいぐらいのことだと思うんですけどね。そんなことないですか。だってめちゃくちゃ素晴らしい助っ人じゃないですかね。いっぱいリストラもしてるし、みんながみんなちょっとずつ仕事増えてるだろうしね、なんで喜ばないんだろう。そんなもんなんですか。教えてください。でもなんかこう見てるとなんか奪い合いみたいな感じですよね。かなりの狭いなんかネジなんてものは、ネジなんてものはってないのか、ネジってなんかすごい奪い合いって感じがして、小さいところがやっていけるとは思えないですが、その辺詳しい人いたら教えていただきたい。でもなんか昔テレビ見たやつだと、もう 2,3 人で工場やってるみたいなのを見た気がするんだよな。なんかその辺がね詳しくないからね、どうもこう言えることがねちょっと少なくなってしまう。まああと営業ね、飛び込みみたいなのっていや迷惑だと私は思うんですよね。突然来る人ほんと嫌だな。なんか俺だったらもう二度とまずその会社には頼まないぞみたいに思っちゃうんだけどな。でもなんかそういうなんていうんだろう、飛び込みでもやってるとこうやって自分が行動してるって勘違いをして大した成果が出ないみたいなことって多いんじゃなかろうかとね思いますね。忙しい忙しいって言ってる人ってそういうふうになんか効率の悪いところというか、やった気になるようなことをたくさんやってる人は忙しいってよく言ってるなと私は思いますが、どうですか、今回も電話営業だってさ結構嫌なもんなんじゃないの。やっぱ信頼してる人のねこうつながりとかそういうのをやったりとか、そろそろインターネットなのかな。2008年、9年10年その辺はそろそろそっちが出てくるのかな。それでなんかこうそういうのできる人が入ってきたりして上手くなったりするのかな。まあわかんないですけど、まああんまりこの工場編はなんかあんまり好きじゃないな。どうですか皆さん、なんか毎日毎日なんか嫌なシーンを見せつけられてるみたいなところありますしね。長崎ひろみさん、お母さん、なんで娘の夢をこう、
パイロットやりなさいって、あんたいらないよって、なんでその一言が言えないんだみたいなところがありますけど、まあ普通はそうですよね。もう藁にもすがりたいみたいなことなんでしょうね。はい、まあそんな感じで今週もなかなか重たいですが、はい、どうなるか楽しみにしたいと思います。はい、さて私 D のチザワイズはね、高橋一生さんの、橋爪功さん、本田翼さんのあのドラマ6秒間のやつ、あれ結構いいんじゃないかなって、まあ出てる人はいいです。本田翼さんもね、すごくいい感じですね。本田翼さんあれぐらいのトーンでいくやつがちょっと見たかったんでね、これ結構面白そうだなと思ってますが、いかんせんその30分ものなんでね、もうちょい長いのはいいなと思うんですけど、あっという間に1話終わってしまいましたけど、これまだ見てない方ちょっとおすすめなんでね、いいんじゃないかなと思いました。はい、そして私はあのライブが、今週の金曜日に、バンドのライブがありますんで、ぜひ皆さん遊び来てください。新年一発目のバンドライブなんで、ね、ぜひ遊びに来てください、ね、1月の20日、ね、そして2月の12日はね、あの神田の障子丸の方でね、これまたキャプテンカーでやりますんで、この2本ぜひ続けて来ていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。1月20日のねシルバーエレファントの方は、配信もありますので、東京に来れないという方はそちらで見ていただきたい。ツイキャスの方でねやるんで、ぜひ見ていただきたい。そして2月の12の日曜日の方は配信はないんで、ぜひぜひ神田の方に集まってください、ね、すごいすごい人たちがね出ますんで、これは見といた方がいいんじゃなかろうかと、思いますし、こっちはもう多分すぐ売り切れちゃうと思うんで、早めに予約をしてくれたらなと思っております。はい、そんな感じで、2023年バンドのライブ始まりますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてこの番組っていうのかな、この動画、のんち TV、 ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。こうチャンネル登録者が増えるとちょっと嬉しいなと思ってますんで、はい、そんな感じでぜひよろしくお願いします。それじゃあまた、バイ。